皆さんこんにちは、サンシャキャナです。チャミー抜いてここお水で、あ、見えてない。ここにお水を張っているので、遊んでる、ルーンで遊ぶ子なんで、ここにお水が、シーツにちょっとお水がついてるけど、あのちゃんとした清水、普段水道水ですけどね、清水なんで入ってくれました。これをね投げたら遊んでどっか行ってくれると思って、一応ここに待機させておきます。マスが大きかったけど、ということで、はい、本日は、6月20日ですよね。あ、もう2月21日の夜中3時46分になってます。チャミーこれで遊ぶから見ててください。来てチャミー、にゃにゃ、チャミーちゃん、僕よ、僕と遊ぼうよ。チャミーちゃん、お姉ちゃん痛い。はい、持っててくれました。ということで、いつもあれこれをね、プシッ、これは、アメジストではございません、紫フローライトです。はい、これね、紫フローライト、クリアボアンスの石です。はい、そしていつものようにクリスタルシルバーマジックヒーリング、皆さんの肩が凝ってるとか、体がしんどい、何か人に嫌なこと言われた、いやいや、なんか鬱陶しいっていうのを、大天使ミカエル、そして大天使ラファエル、そしてガブリエル、ウリエル、楽観的なラクシュミ、ここへ今来て、皆さんのところへ行ってあげてください。リラックスして意図するだけでそうなります。今あなたの元へ行ってくださってます。私の元にも来てくれてる。では3回リラックスしてください。鳴らします。はい、鼻からゆっくり吸ってください。天界からの綺麗なトルネードで、チャクラは右回りです。ずっとあなたの頭の上からずっといい感じにスピンして、地上へつなげましょう。はい、これで結界も放られました。はい、ありがとうございます。本日はね、あ、そうだ、もう一個これやらせてください。やったっけ、やったかな、大天使ミカエル、やってない、大天使ミカエル、今ここへ来てください。そして皆さん行ってください、皆さんの元へ行ってください。はい、あなたたちの勇気、私たちの勇気、やる気がなかったらやる気が起きる、楽しいことが訪れる、大天使ミカエル、よろしく。はい、で、私たちとは、私たちとあなた様たちの、あなた様方たちの守護天使を今ここへ来てください。はい、そしてあなたのもとへ、あなたの守護天使軍団行ってあげてください。思いを込めて、愛を込めて。はい、びっくりしたでしょ、ごめんなさいね。にゃーが、あのこの下にね、私あのテーブルの台なんですけど、この下にね、昨日ずっと100年ぐらい前からある祖父からのテーブルがあるんですけど、その上にオラクルカードをバーッと80デッキぐらい並べているっていうね、そこをピョンと押したチャミー、
ちゃんでした、猫ちゃんでした。すいません、音ね敏感な方申し訳ないね。いやでイヤホンで聞いてくださってる方、タイトル何しようかな、もうライブみたいになってきました。はい、ここはちょっと濡れてるのは先ほど申しましたようにここにお水を張ってるので、これでチャミーが遊ぶっていうことでさっきバッとこぼしちゃいました。乾かしたんですけどね、タオルで。ね、結構ラブオン、恋愛も見てほしいっていう方がすごく多かったんですよね。すごくというか結構多かったんですよね。でもね、なんか新月じゃないですか、こう今日ね。新月リーディングも、じゃあもう何が出るかわからない。いつものような感じで。一石二鳥じゃない、いや。まあ一石二鳥でもいい。もう私が思ったもう、ぶっ飛びリーディングです。はい。もうこれ一枚最初に開けてるのも、こちらが A、B、C です。もうこんな感じでいきますね。A、B、C。A がキー、B が羽、C が丸いボーン。キラキラボーン。で、選択肢もこちらカード。これね。はい。水亀座。はい。相対的に見ていこうかな。はい。これ。おっ。おっって。リブラってさ、リブラ座ってなんだっけ？このマークはわかんないんですけどね。アクエリアスは水亀座のマークは私、自分自身だからわかる。はい。これは、レオだから、獅子座だね。うん。丸。まあ、全部、新月にちなんで、そういうカード引いてます。はい、ではここからね、もう直感で見ます。見た方がいい？はい、A の刀がこちらのキーと、はい、こちらです。はい。では、B の方がこちらと、はい、こちら。こうですね。では C 選んでくださった方がこちらキラキラボーンとこちら、なんかこちらを選ぶ方が多いような気がするだけ、これかこれみたいな、わかんないけどね。はい、ではこれフルムーン、 A の方フルムーン Go Wild、B、 あ、待って、 B の方2枚ある。これちょっと最後にはもう B の方はこうしておきます。ちょっと見えてしまったかもだけど、なんかあるぽい。はい、で C の方がこちらね。はい、私も相変わらず頭を無にしています。はい、出てきたカードそのまま、覚えてないカードほとんどなんで。はい、昨日かおとついかな、2日連続で取った。2日か3日か、2日空いてるんかな、取ったん。初めてじゃない、久しぶりかも。このね、 A の方来た。はい、うわ、また虹出てるわ。フェアリーオブファンタジー、ファンタジーが起こる。おめでとう。はい、全部ね、エネルギーで見ていきます。 A さん、なんかラブ見てほしいって言ってたから、ロイヤルじゃないわ、あのラブ系のカード出そうかな。相対で見ていこうかな、これね。はい、これは引いたからいいか、浮かんでるかな。ちょっと上に、これも月様のカード出してたから出します。はい、 A の方へ、これね。なぜこれだけ閉まってるんだって感じでしょうけど、はい、全てには意味がある。はい、女神のドリームバーチュさんの方の女神のカードですね。初期に私が買ったカードですね、これね。
そして最近ね、今更ながらに最初買おうと思ってやめたカード、女神のカードですね。うん、ガイグクーラグラグラヒーリング来てる。よし、ちょっと直して、はい、どうしようかな。はい、じゃあこちらギャラクティックカードから A さんへお願いします。これ音読しようかなと思ってます。うん、どうしよう。ラブーン、 A の方のラブーン、すごいね。はい、ダイアナ、うつね、27 ダイアナ、声大きかったね、見なさいね。27っていうのはね、私の生まれ日なんで、女神ダイアナフォーカス、イエス。ここにあるカード全部出していきます。はい、 A の方にラブーンも含めてお願いします。恋愛も含めてお願いします。言葉を教えてあげてください。 A さんに分かりやすく、私にも分かりやすく教えてね。伝達人なんで、私の心と体と魂と声を使って、はいはい、もう全部あるカードを出します。はい、アセンデッドマスターカード A 選んでくださった方のお相手、お相手、ちょっとこれ出すぎ、I'm sorry、 お許しを。この辺読んでないんだ、まだ。 A さんのお相手はどんな方ですか。今のこれだったね。こっち行こう、あ、一見見えない。これ引いて、これ引いて、はい、マリア様から、あなたはどういう態度でお相手様にいたらいいか。いやー、水がついている、ちょっと待って。さっきね、猫ちゃんが、あー、シミにな、お水だからシミにならないかな。あ、今のだったな、これ飛び出てきてるから。はい、そして、こちらのね、タロット、エンジェルタロットでね、恋愛でいいんですね。恋愛がいいって二人に言われたから、恋愛。恋愛じゃない。倍も出てくるかもわかんないけど、併用で兼ね備えて総合で見ていきたいなと思っています。なるべく恋愛寄りで。今日は恋愛寄りで聞こうかな、じゃあ。あなたの恋愛、今からどうなる？これ今出会ってる人、好きな人がいるっていう感じで言ってます。これすげえな、ドリーマー、 The Dreamer。 あ、すごい、なんか4枚も出てきたね。すごい、エンペラーで終わってるね。バックカードいただきます。はい、ソードのページ、はい、じゃあ開けていきます。ぴょん、すげえ、マレッジ出てるよ。結婚のカード出てる。これ制約取りません、全部カード制約取りません。おう、トゥルーラブ、へえ、恋愛に変えたんで、まあ6月20日、2020年6月20日、今もう21日になってますけど、まだボイドタイム来てないので新月のままです。はい、まあでもそこからの恋愛のエネルギーをあなたに、カードに聞きました。宇宙とね、三者とつながって、ハイヤーセルフとつながって、守護天使とつながって、ミカエルもつながって、はい、じゃあね、 A さんね、呼んでいきたいと思いますね。リーディングスタート。まずはもうキーポイントだけ、あの話は辻褄合いません。他のカードリーダーの方みたいに、あの、なんていうんですか、流暢に喋れないので、キーワードを頭にパッて入ってきたものを言っていきます。
まずこのページのこの年下、こちらの方、年下の男性がお好き、もしくは年下の男性と付き合っている年下の男性が好きのことを今片思いだって。でね、これね、全部ね、これもこれもなんか左を向いている。これはまあ後ろ向いちゃってるけど、ちょっと目の入っていったとこ、これも左を歩いている。うん、思いついたこともほんと直感リーディングできますね。ね、あなたはもしかしたら結婚してたとか既婚者だとか、もしかしたら反対に、別れたばっかり、の時に、この方と出会って、この若い方と出会って、ごめんなさい、女性目線で喋ってますけど置き換えてください。例えばご結婚されてて、既婚だったんだけれども、そっちの道へ行ってもすごく幸せな旦那様で幸せなことがあったと思うんですけど、あなたはあえてこちらの若い男性もしくは若い女性を好きになってしまったから、あなたは違う道へ今歩こうとしているんですって。でもね、これお相手様にちょっと見えたんで、これもだけど、これもお相手様に見えたんですけど、これ、あ、すごい、ツインフレーム、言葉を取らないで絵で見てたんですけど、すごいね、ツインフレーム出てますよ、ツインフレーム。うん。これ、前世からのつながりあるね、虹出てるやつある、これだ。これもだ。じゃ今、ここにパッと見たら、虹出てるやつがあるかなと思って。あ、分かった分かった。これあのエンタメで聞いてね、どうせ所詮エンタメ、私占い好きじゃないんですね、いつも言ってるんですけど、私が感じカードで感じたものを上から自分のサーシャとか、にアクセスして、サーシャとかってにアクセスして、あの情報を下ろしてもらって頭にポンポンポンとかこう直感で分かるようにしてもらってるっていう感じなんですけど、それを言ってるだけなんで、エンタメと思われる方は本当エンタメで見てください、聞いてください。私は真実を語るけどエンタメですから所詮。はい。これを見て思ったのが、もう本当にもうツインフレーム、ツインで、あなたをずっと探してるお相手様がいてる。でね、特徴としたら、このあなたのお相手様まだ出会ってないと思うんですね。で、この方何回もあの転生を繰り返されている、何度も何度も転生を繰り返されている。この方は歌を歌ったり詩を書いたり、昔のね、言えばフォークシンガーだった時の、さすがに私もちっちゃい時でした、フォークシンガーだった時の長渕剛みたいなイメージ、すごいあの風貌画とかじゃなくて、そのフォークシンガーの時の YouTube とかで、あの夜の顔を素顔で映せばなんて悲しい顔なのっていう、素顔っていう歌があるんですけど、今その素顔っていう歌と、長渕剛さんその頃の古い歌を聞いてみてください。なんかね、そんな人で、もしかしたら今彼女もこれね、白鳥いてるかもわからないんですよ。うん、そば、この方のそばに今歌った歌、ちょっと内容を僕は覚えてないんですけど、歌覚えてるけど、歌ってしまったらちょっと内容が長くなってしまうし、多分消されてしまうと思うんで、下手くそと思って。でこれね、うん、もう絵柄でとエネルギーとかでいきますね。虹出てる、虹出てるってこうほら言ったでしょ、うっすらこっちは虹があって、これ思い出してるんですよ、過去のこと、過去のことだ。この方 1,2,3,4 回ぐらい転生してる、しかもツインフレーム、うん、まあ、ツイン霊と同じ意味ですね。でまあそばにいてて、であなたね、うん、そしてね、ここの下に書いてることとは全然ちょっと異なるんで、私の、読み方でリーディングさせてください。あなたはもし年齢とか関係ないんですよね、正直言って。
まず最初にこっち年下の彼かなって、これも年下の彼かなと思って待ってるから、でこれあなたもときめきを今待ってるはず。恋愛に、私なんか今恋愛全然恥ずかしながら全然恋愛体質じゃないんですね、うん、そんな人に見られてもう分かるんって思うか分からないんですけど、まあまあ過去には恋愛もしてきましたけど、結構数少ない恋愛経験結構一回付き合ったらめちゃくちゃ長いっていうタイプだったんで、で今度ユニコーンがほらエンジェルのところにさ、エンジェルじゃないわ、レインボーのところにユニコーン&ペガサスがバーッと空飛んでくれてるのは、これあなたの代わりに思想、あなたの考えてる思想が飛んでいってる感じだからね。この、何の歌だったかな、今歌流れてきたんです、長渕のその夜の歌、素顔じゃなくてあなた、あ、素顔かな、なんかあのあなたとがこのお相手と会った時ね、お相手がもしくは女性だったら反対にしてください、こっちがお相手様にしてくださいね、男性だったら。これもだからこういう感じ、待ってるって感じだから、年下の彼女が待ってる、うん、この人も天性が1,2,3,4つのお城があるね。見えない、どうしたらいいの、見えるかな、1,2,3 よ、ちっちゃく見て4つある。多分ね、同じ転生を何度か4回ぐらい一緒に暮らしてるはずです。はい、でね、うん、すごい若々しく待ってるよって感じ。年齢重ねててもまだまなかなか出会えなかった。これも 1,2,3,4つパッと目の前につくのが4つある。その前にこの方に出会った時に2つお花があるか、前の恋愛があるかもわからないけど、もっともっとすごい恋愛上手、恋愛ばっかりされてきてあなたを見つけてきたかもわからないけど、お相手様を見つけてきたかもわからないけど、すごくこの方むちゃくちゃ魂が古いって感じがするんで、こちらの方のお相手様の男性に見えるんですけど、女性でもいいんですけど、でそばに常に誰かいる寂しがり屋さんね、現実語で言うと。で何を言うかとしたといえば、この方と出会った時にやっぱツインフレームだけに、あの長渕の歌でもあるんですけど、懐かしさを感じたりとかするはずです。これどのくらいで出会うかちょっと聞きましょう。何か懐かしさを感じるよ、この方と出会ったら。ちょっとここでルノルマンでお願いします、教えてあげてください。こちらの方にこれ、はあ、に、あ、すごい、しかもハートハート、めったに出さないんですけどね、これ個人鑑定とか、一番最初に買ったデッキなんですけど、私が持ってるルノルマンはこれだけ。24日でもしくは、6日足して6日、6日、しかも、というか6月ぐらいって思った。6月春、秋な感じがするとか、2月日4がつく日、2月4日は過ぎちゃった、2月24日はもうすぐだ、うん、でもハートで、でそろそろもうこれちょっとルノルマンと違う取り方しますけど、まあでもその通り、まあそろそろあの釜をねこう収穫するよってことで、これはある意味収穫する時期がここに、このオラクルカード、私のサーシャケナチャンネル来てくれて出会うと思う。6月教えてください、また。はい、であなたね、結構ねこれね、これ出てるのはもうトゥルーラブ出てるんで、ずっとやっぱ、ま、お互い待ってたね、お花お花出てる。であなたすごく寛大で、本当あの包容力のある、やっぱり年下の方が好かれるように母性本能がすごくある方だと思うんです。これも見て、これフルムーンで乙女座でしょ、ちょっと見してね、
まあね、なるほどね。これもあなたのこのお顔、このグリーンっていうのはやっぱり、エメラルドグリーン、これはもうフルムーン、満月で出てきてて、もう満月だから満期、もう完結みたいな、もう結構待ったよって感じで、グリーンはやっぱり癒しの色、あなたはすごく癒しを今求めてると思う、彼とかにね、彼や彼女に。でもこのお顔を見ても乙女座のね、 You are good enough full moon in ビルゴっていうかな、うん、乙女座のことをビルゴ、うん、でこうやってもうゆっくり眠って穏やかになってるけど、ああもう恋愛なんか忘れそうと思ってると思いきや、あなたすごく恋愛気質なはずで、さファーストカード Go wild ですよ、フルムーン in Leo、 ワイルドに行けって頑張れって言われてるから、この新月からこのライオンさんにね、獅子座向こう、このお月様から出てきて Go wild、頑張れって言われてるから、ちょんちょんって言われて、頑張れって応援が来てる。で、どっかライオン出てなかったよね、出てないね。で、どれ見ていこうかな。で、これさ、正しい道歩いてる。だから、フォーカスをもう今、これツインフレームの私リーディングしていますね、今。で、憧れ、自由自在、任せる。これね、ショーっていう字とも、飛ぶっていう字ね。おそらく飛んでるよね。憧れ、自由自在、任せる。この自由自在っていうのは多分時空間超えれる方だと思う。ちょっとスピリーな話しますけど、で任せる、任せてたらいいよって。その代わり自分で意図してこの方と出会う、飛ぶんだっていうね、うん、自由自在に時空間行けるから、寝てる時にも会いに行きたいって思ったらね、寝てる時に会って、この人からこの人とどうしても今世で会いたいって思ったら会えるから、自由自在に会えるって言われてるから、パラレルでも会えるかもわからないから、そっちのパラレルシフトしてください。はい。でも完璧にこれマリッチで出てるから、まあ今世でね、3次元で行うことってマリッチって結婚っていう意味ですよね。結婚っていうのはこの今3次元ですごくおめでたいこと、うん、だからそれが待ってると思う。これはもう占いじゃないけど、ちょっと今日占いとスピリットを混ざった感じ、いつもですけど、はい。でこれね、うん、どっちかな、意外にこれがあなたで、これがお相手さん。やっぱこれね、待ってる、向こう向いてなんか遠い目で見てるでしょ。でこれ、あ、これもやっぱ新月出てる、うん、今日とか特に新月見ながら、ね、これカップの5やったかな、カップの5かな、こんなに5つグラス倒しちゃってまだ会えない、3つね、グラス倒しちゃったけど、やっぱこれツインの意味あるわ、うん、2個手が出てきてて、早く乾杯したいなって、こっちもツイだしね、真ん中の中心にいてるち、この方がなんか懐かしむんですよ。あなたを見た時に懐かしむ、お互い、お相手様のがあなたのことを懐かしむかも。ちょっとこれパッと見ていきます。はい。まあお相手の方ね、過去の魂とかもしかしたら過去の記憶とか持ってる方かも。で、宇宙とかが好きっていうヒントがあります。うん。で、この方はね、The Dreamer でしょ、自由人でしょ、ゼロ番でしょ、愚者だから、フールね。で、もしかして犬飼ってる、この絵に出てきてるから、犬飼ってて、お花が好きで、ちょっと空想家、無想家って感じ、うん、の方。で、放浪癖とかもあるかもわからない。そういう方が特徴的ですね、うん、いろんなところへ旅したりとか、急にファッといなくなって旅したりとか、でもあなたのことをすごく探してるって感じ。
でこれね、ちっちゃい時のあなたはもしかしたらちっちゃい時の幼なじみとかかもわかんないですよ。うん。でもね、うさぎ出てるから、まあ、繁栄の意味があるんですけど、こういうのは、もしかしたら2023年今年ね、日本は、うさぎ年ですよね。うさぎ年の時にお花が咲いてる時期、さっき秋って言うたかもわかんないけど、お花が咲いてる時期に、これペチュニアとか、なんかそっち系ですよね、この辺ね。お花が咲いてる時に、図書館で会うとかね、なんかそういうなんか、綺麗なところでこういう庭園ね、すごい大きな大邸宅のお庭だと思うんですけど、あなたの小さい時を知っているのか、あなたが若く見えるのか、っていう感じかな。で、これすごいのが出てるのが、これ、ザ・エンペラー。ザ・エンペラー。エンペラー。ザ・エンペラー。言えないみたいな。うん。なんかこれ、あなたのお子さんって入ってきたんですけど、すごく、社長とか会長カードって呼んでるんですけど。ちょっともうちょっと聞かせてもらおう。見してね、なんか意味があると思う。なんか息子さんって思ったんだよね。ここのイメージじゃなかったんだよね。あなたに息子さんいらっしゃるかな。これもお子さんやもんね、メスメちゃん。なんかね、じゃあヒントとすれば、すごいしっかりした息子さん、起業されてたりだとか、大成功、人生で今この3次元で成功を収めてる息子さんがいてたりだとか、小さい英才教育してる、娘さん、もしくはだからこれこの辺とかも見ても、ちょっともしかしたら貧富の差って言ったらすごい失言になるんですけど、女性方のご覧になってくださってる方の方がちょっとなんていうかな、上流階級、すごい差別用語みたいになってたら申し訳ない、そういう意味で言ってるんじゃ全くないんで。でこちらのお相手のお子様がこっちかなって思ってしまうんですよね。でもあなたはすごく結婚したいっていう意味が入ってくる。僕にはできないんだみたいな。でこれはでも18番反映するんですよね、あなたたちツインで。だってこれ見て、ヒーリングって書いてるじゃないですか。うんね、これ読みましょう。18番、はい、読みます。グラ、はい、癒し、はい、医療と治療を司るバビロニアの女神グラは、あなたがいつも穏やかでいられるように助けたいのです。日々の生活に追われて自分の世話を怠っていませんか。自分を振り返ってみれば、癒しが大切な、ごめんなさい、癒しが必要なことがわかるでしょう。私たちは自分や他人を知らず知らずに痛めつけていることがあるのですと。でも大丈夫です。女神グラはあなたの人生のすべての、面を癒すために現れてきています。きっと驚くほど気分が良くなるでしょうと。今は誰かとの、関係に入った日々を修復するのにも良い時期です。その時もグラの 名を呼びましょう。あなたはヒーラーとしての道を歩む、どんだけ噛むんだ、ごめんなさい。あなたまたはヒーラーとしての道を歩む使命があなたにはあるのかもしれません。もしそうなら、グラはあなたを心からサポートします。他人に敬意を払い、喜んで助けてあげれば、奇跡が起きるでしょう、起こるでしょう。噛みまくりですいません。はい、調和のメッセージ。今のあなたはエネルギー切れで走り続けているような状況です。
もう人に与えるのではなく、これ以上先へ進みません。もうやめましょう。あなたの行動の意味を考えてください。すべてにイエスというのをやめて、はっきりと境界線を引く必要があります。他人にエネルギーをすべて奪われてしまったことはありませんか？その人を愛し、言い分を聞き、助けてあげるのが自分の役目だと思っていたのでしょう。あなたの身近な人は自分が哀れな犠牲者だと主張し続けていませんか？あなたは一歩退いて、何が真実かを冷静に判断しなくてはなりません。今後は違う選択をして自分を優先してみましょう。たまには休憩を取り、思い切り好きなことをしてみましょう、ということで、まあ、こちらの方ね、ヒーラーさん、ヒーラー気質がある方で、もうすでにヒーラーのお仕事されてる方がいらっしゃると思いますね。うん。で、ちょっと恋愛とはかけ離れましたけど、まあ、で、だけでこう、恋愛で見たら、今の内容置いといて、でも、まあ、うん、お相手様出会ってたら、あなたが聞き役になっている、聞き役にばっかりなっている、待っている、私の話をもう聞いてほしい、あなたの話ばっかり聞くけど私の話も聞いてほしいって、でもあなたはヒーリングって、私はヒーラーなんだって言われた、言われたから私はヒーラーの聞き役にうんうん徹しないといけない、でもそれじゃダメなんです、本当のヒーラーさんってね。やっぱり自分が発散できるとこは、自分がまずヒーラーになるためには自分がまず癒されないといけないんだから、だからエネルギー充電の時間があったりとかをしなくちゃいけない。睡眠をよくとるとかで、ちょっと一泊置いてね、個人鑑定とかされてる方も、まあ、私もですが、タイミングが合うとき、自分が体調がバチッと合うときにちゃんと見てあげれること、見てあげることとか、そういうことが求められてるね。もうあなたはヒーラーなんです。うん、だから今言ったことを守ってくださいって、まずは自分を大切に、自分を癒してから人のことばっかりするんじゃなくて、自分を癒すことが本当のこういうスピリチュアルとか、占いとかヒーリングをするお仕事の上では必ず、これはもう絶対と言えることです。まず自分を癒してからじゃないと、誰も彼も見たい、それは数こなせばとかじゃないから、こういうことって、はい、分かってる人は分かってるから、経験とともにこういう、もう占いスピリチュアルっていうのを本で読まなくても勉強してる、分かるから、うん、クリア、特にクリアボアンス、クリアオーディエンス、クリアコグニザンスの人は持ってる、生まれたものです、先天的なものがあるから、うん、でちょっと恋愛とかけ離れましたけど、これね、これ最後ダナ読んでないよね、ダナ見してください。うん、でもこれもね、ハートと、お月様、ね、でここに真ん中にグリーンのファーとハートの、ね、フォーカスって書いてるからね、これも前だ、ごめんなさい、ダナじゃない、ダイアナね、出てきて、今あなたはこれも今ヒーリング癒しのシャワーがフワーって、あなたのハートとあなたの愛するもう一人の人に、あなたのこの上から、天界からの癒しがふわーっと入るので、しっかりと受け止めてください。あなたの、もしかして彼は、これ息子さんって言ったけど、彼は、彼や彼女は、エンペラー、まあ、言語化で直したら、女社長だとか、うーん、男性の社長とか、そういうこともされてるお仕事、ご職業の方もいるかと思います。あなたはでもね、まあ、本当にフランスのね、フランス革命、フランス、革命、ルイ16世、マリアントワネットとかの時になんかこう言ってたようなイメージがする。で、結構ぽっちゃりとした女性の方が、昔はね、これもそうだけど、今はね、日本は特にガリガリがかっ濃いみたいなね、なんかありますよね。でもやっぱりフランスのね、昔の絵画とか見てくださいよ、みんな結構お腹もポチャポチャって出てて、それがやっぱり美徳だったわけじゃないですか、当時はね。ガリガリの女性なんか魅力がなかったと思う。うん、まあだから私、その日本の今のガリガリ風習っていうのはとてもあんまり好感が持てなくて、
まあ私はですよ、別にそこみんなをコントロールする気なんかないので、私はやはりあのぽっちゃりとした、ね、今もう日本はもう何十年 も遅れちゃってるかもわからないけど、一昔は10年日本は遅れてるって言われてたけどね、やっぱりもう今2、30、30年ぐらいアメリカとかから比べたら遅れてると思う。だからぽっちゃりする世代も2、30年後に流行るんだろうなって私は思ってます。はい、だからね、ガリガリになるっていう、それがね、まあ服が着たらおしゃれに見えると思うけど、女性とかはね、あの風水でもいいんですよ。お腹が出てた方がお金が入るとかね。その人もこうやってこういう風にぽっちゃりしたら、まあね、今のマライア・キャリーを見てください。ビヨンセとかも見てください。一昔前まで、十何年前までは痩せてたけど、今はまあ年齢とともにかもわからないけど、やっぱり今のアメリカのミュージシャンの方とか見てください。みんなぽっちゃりしてるね。お尻にね、整形で怖いけど何かを入れてたりするっぽいじゃないですか。お尻を鍛えて、胸を鍛えて、ニッキーミナージュみたいな感じ。ビヨンセだってそんな感じ。マライアだって堂々と、美味しいもの食べて、あの肉体でもものすごく綺麗。大好きなんでね、ごめんなさい、個人的なこと言って。だから包容力っていうのはやっぱりそういうところから、見た目からもやっぱり入ると思うから、私個人の意見としても言いましたけど、やっぱり昔のそのね、今言いましたフランスのとか絵画をね、昔の見てください。男性の方が、そういうところに、絵画を描いて包容力を女性に抱いて、それが人間の本当の姿と私は思います。はい、2023年に語りました。はい、では A の方、こちらで終わりたいと思います。少しでもね、ちょっと役に立てたかわからないけど、役に立てたか思いましたら、思ってくださりましたら、ね、ぜひぜひチャンネル登録、そしてグッドじゃないし、グッドボタン、前、8人だ、最低だった。みんな帰ってきて、新しい人も来て、グッドボタンをお待ちしています。ありがとうございました。素敵な恋愛を、ツインデーですね、こちらの方は。はい、もうこれだけ残ったっていうこと、やっぱりこれ True Love、 真実の愛が待ってるから、あんまりガリガリに痩せないようにね、していてください。はい、では声が裏返っちゃった。次が蝶々じゃないわ。蝶々なんかないし。それは最初の頃だ。はい、2枚出てたんですよね、こちらの方。まず、水亀座の、これは、プリオリです。これ、下弦の月なんですよね、の、水亀座。ちょっとこっち見せる。あ、広がってない。ニュームーン、イン。これ、ちょっと待って、これ見せてくださいね。さっきも、A の方も乙女座じゃったじゃないかな。これ、水亀座です。はい。ちょっと拝見。いや、自分で言うのもなんですけど、水亀座、こっちちょっと待ってね。水亀座ね、私も水亀座なんですけど、水亀座ってね、これ見て言うんですよ。まあ他にいろんな水亀座の要点って、利点って私知ってるんですけど、自分のとこしか知らないから、なんかカッコつけてるみたいで嫌なんですよ言うのが。でも水亀座、これを見たらね、すごいね、おしゃれで、この色彩がまず私すごい好きなんですね。で、この中心のこのグラデーション的なのも、すごく好き。この色がすごく好き。パステルカラーではないんだけど、このパープルと、なんて言ったらいいんかな。白とブルーと、私がすごく好きな色が入ってる青も。で、お水が出てて、そんなことはいいんですけど、そこから受け取るエネルギーというもので。で、これ、Trust All WellBe well、 すごいね。これもグリーン、
あなたの最先順位を振り返ってください。これはあなたの最先順位を振り返ってください。あなたの再生準備を振り返って、すべてうまくいくと信じてください。龍神様いてるここに。OK？ すべてがうまくいくんです。と信じてください。信じてください。本当に。で、次何引いてたかしら。ちょっとこっちのを見よう。人に引いてたんかな。次これ引いてたんかな。月様を月様かな。はい、A さんです。できたら1枚でもう行こう。 A さんね、新月、これは違う、新月からのメッセージです。ね、恋愛のとこもちょっと見させていただきたいので、恋愛面で、あとこれも珍しいマニアックな、お月様が出てきました。はい、 B の方です。恋愛ってこの方の恋愛の外で教えてあげてください。これも1枚しか取りたくなかった、時間がかかるから。はい、脳来てるけど怖がらないでください。まだまだカードあるんで。じゃあ次フェアリーお願いします。これは優しい。誰かと喋ってるかと思ったよこれ。ドアウェイトゥフェアリーランド、フェアリーランドへあなた行ってるよ。楽しそう。この奥にあなたのいてた場所に帰ってる、ちっちゃい時に。このフェアリーランドにこのあなたは入ったらすごい楽しいところに行けるんですね。なるほど、いいね。次これちょっと順番、 A の A さん B さんむちゃくちゃですけど、恋愛です。 B さんの恋愛教えてあげてください。来たよ。はい、水のエネルギーだ。そして純粋な崇高な映らねえ。はい、映った。アークエンジェルハニエル来たよ。回してくれてる洗濯機のように、アークエンジェルハニエル、視野を広く持つって、視野を広く持ってって、これがあなたですね。上から天界からずーっとこう空からずーっと雲の上からずーっと見ていって、で雲のちょっと下に中入って雲の下に行ってみて、いろんなところを見てくださいっていうアドバイスが来てる。はい、右回りだね。これも右回りに見ていって、でこの方ね、結構パラレルワールドとかちょっと宇宙系の話になりますけど、時空間超えれる人、寝てる時でも幽体離脱、私みたいにちっちゃい時に幽体離脱できたりとか、なんかそういうことができる人だと思います。夢の中でメッセージもらったりね。はい、じゃあ次これか。恋愛です。B さん、これ。ああ、すごいな。いつもよく出んな。あと、はい。あと、どれ引いてたかしら。で、これね。こっちの、ドリンバーツ。これはドリンバーツで、こちらは、ルーシー・キャベン、じゃ、誰だっけ、忘れちゃった。申し訳ない。ちょっと頭回んないんで。これ。おお、はい、
Naturally と書いてます。自然。はい、じゃあ、先ほどのねタロット何枚か出して、スターのカードとかは確か出たはずなんで、ダイヤルかなはそんなに残ってるかわかんないけど、3枚教えてください。 A さんの恋愛、 A さんじゃなくて B さん、 B さん、 B さん、羽の B さんの恋愛を教えてあげてください。楽しい恋愛だったらいいのにね。これも言ってる。そして、マリア様のカード、今日はね全て出てるカード、恋愛取るつもりじゃなかったんですけどね、たくさんあるね。お時間のある時にね見てくださればそれ幸い。マリア様教えてあげてください。こちらの方にサインがあるって。はい、このサインとは言葉で教えてあげてください。見つけにくいからね。なんかひっくり返ってるのあったから直すね。よし、はい、こちらの方 B 選んでくださったからね、恋愛のねサイン教えてあげて。これ飛んだね、1枚だけ。最後はセントマスターかな、はい、B さんにどういうイメージの方ですか。 B さんがの お相手は運命の人、はい、OK、 じゃあこれで見ていきます。まずこちらから、真っ白きたね、前も昔一回出たな、空へ、これ空へってしか書いてない。 A さんとか B さんとか見てください、全然、いやいや C さんとか、どういうこと、空へ、 OK、 ちょっと背景、じゃあこちらのアセンデッドマスター、 あなたのそのサイン、はい、神秘的な方、やっぱこれも Follow your heart Saint Francesco、フランチェスコ、セイントフランチェスコ、フォーユーファーチにして、かわいい、悲しくなる、かわいそうって言いかけたけど、ちょっとセイントフランチェスのねあんまりよくわからないんですよ。名前は知ってるんですけど、なんかすごくかわいそうないでたちのあのエネルギーが入ってきたんですけど、そんなんなんですか、教えてください。またで、フォロー・ユア・ハートって言ってるから、私を助けて、私を信じてって言ってるような気がするんですよね。私は悪いことしてない。私を信じて、私は無実なんだって。でもこのハトたちは人間じゃないんだけど、テレパシーで分かってるから分かってるよって言ってるんだけど、人、動物もね、人はやっぱり人類って残酷ある意味って私は思った。で、このフランチェスが、すごい悪い人だったりしてね。で、タロット見ます。おお、すごい、キングのナイトのキング出ましたね。はい、ザ・ムーン、わ、すごいいいカード出てる。そして、テン・オブ・カップス出てる。あ、ツー・オブ・ペンタクル、すごいね、ペンタクル2枚で、恋愛で聞いたんだよね。一番の方もマリッチってあったんだけど、これ結婚のカードでもあるんですよ、マリッチ。こうやって幸せな子供を産んで2人でカップの10っていうのは最高のハッピーな、スーパーハッピーファミリーカードなんですよね、私の中で最強にいいカード。もうラブラブな、もう家族一体としてラブラブなカード、おめでとうって感じ。
そうで、これまあまあムーン、まあ不安とかいう意味もありますけど、直感が冴えているっていう意味もある。で、最初に出てきたのがこれね、あなたのお相手様、もし男性ならば、お相手様が女性がご覧になってたら、もう本当このまま結構筋肉ガチムチ、足に目がいくから、足が結構なんかすごい開脚で座るとか、なんかあ足が細くて綺麗とか、意外に上半身ムキムキとか、そっち系で、お金をちゃんと持ってらっしゃる方、どっしりとお金持ってらっしゃる方です。これ私会長カードっていうんでね、はい。で、ジャグリングしてますね、船の大船原の上で。時間のことを気にせずに一生懸命働いているって感じ。これがやらないで、これをやらないでプロじゃないんだって。荒波に立ってても、こんな綱渡りのとこにいてて、大道芸人でピエロみたいに笑われるかもわからないけど、僕はやるんだみたいな感じの方、女性でも。で、これは男性に見えるけど、これどっちか言ったら中性的な感じ。半分女性、半分、だからニューハウちゃんみたいな、ある意味ね。そういう意味、いい意味でね。中性的な女性、中性的な男性って感じ。うん。で、犬と犬が、ワンちゃんワンちゃんいてるね。ちょっとタロット読みだったら、まあ、そのね、不安直感がさえあるとかいう意味があるけど、なんかこれはね、胸に当てて、ちょっと心配は、やきもち焼いて、ちょっと心配はしているよって。でもねって、私は、僕は君を信じてるんだって入ってくる。で、その間にね、ワンちゃん、もし彼女や彼氏がいてたら、一人で待たせている、あなたが一人で待たせているのなら、ワンちゃんとか猫ちゃんとか、ペットちゃん買ってあげてください。もしかしたらこの女性は子供が生まれないかもわかんない。だから、ワンちゃんとかね、猫ちゃんがもし好きなら、嫌って言っても、心の中で多分欲しいかなと思ってたら買ってあげてください。子犬、ちっちゃい時の子猫とか、うん。で、これはもう最終章ね、こういう風に なりたいんだって思ってる。で、これがすごいわ。これちょっと読みますね。真っ白、ここに 3つぐらい書いてるんですけど、空へ、だってこれ読んでないねこれも読んでないか。これね、A time for healing。 これもヒーリング。 A と悩まれましたか。もうこれ本当に、あ、もうそのまんまヒーリングの時間。 A time for healing。 ヒーリングの時間ですよって。ゆっくりチルアウトしてください。ゆっくり、何にもないこういう海、瞑想したら、目つぶったらこういうのが出てくる。紫のこういうイメージ。これもでもね、本当に反対だけど、新月、細い月が出てる。地球が一回転して、次また新月に来るっていうね。こういう、このこれをスクショ撮れたら、これサムネにしようかな。うん、すごい落ち着くね、色も。はい、でですね、恋愛で撮って、ごめんなさい。はい、これはサイムこっちで聞いた。はっきり言うね、今の言葉で言うメンヘラ気質なところがある。錯乱状態になっちゃう時がある。ある、人間誰しもある。それはダメだよっていう脳が来てるから、これもう1枚もらいます。それは脳、うん、だってあなたはこれ今ヒーリングタイムを受ける時間ですって。だからこれがなくなるからこうなっちゃうってこと。これをすることによって、で、この真ん中のこれについて、錯乱状態になっちゃうのを、これはそれは違うよって、方法、解決方法があるよっていうので、私サーシャキャナがお願いします。 B さんにハッピー、このノーと錯乱状態になるヒーリングにね、没頭できるように、ヒューヒューってここに落ちたから、これ、はい、あ、アンナグランドマダー、はい、2枚出た、イムラマ、はい、
これはね、あなたのお母様やお父様やおじいちゃま、おばあちゃまです。これは、おじい様、アンナグランドマダー、オブジーザス、イエスキリストのおばあちゃま、です。おばあちゃまがあなたをファーッと、もう広い視点の壮大な視点で見守ってくれている。そしてこれ、あなたは一人ぼっちじゃないんだよって。あなたね、ちょっと見せてね。おそらくね、スターシードの方っていう感じがして、向こうの方へも帰りたいんだって、宇宙へ帰りたいんだって。前のとこにもう地球嫌なんだっていうエネルギーだから、もう一枚もらおう。通過儀礼ね。これも一緒のエネルギー、もう一枚。ほら、こうなってるね。コーヒーだけど、あなたはキーパーズオブアース、アースエンジェルですね。はい、アースエンジェル。最近、ご先祖様に手を合わせましたか？もしそうだったら、それはちゃんと伝わってますよって。あなた大丈夫って。呆れてるから、いつもこれ見たら。これご先祖様軍団が守ってくれてるよって言われてるんで。でもこれ呆れてるでしょ、なんか。大丈夫って。この世にあなたが超えれないことは起こさないからって言ってるから、これはあなたのカルマ的な問題だけど、このカルマ的な問題もあなたの代で終わったからって。今終わってる、もうこれ見てくださって。だからあなたはこうやって寂しいとこへ、前の惑星帰ろうとしなくていいんだよって。一人ぼっちじゃないんだよって。私たちご先祖、何があってもご先祖様呼んでって。こっちもご先祖様いっぱい来てくださってるから呼んでって。いろんなプラネットにご先祖様っていてるから、いろんな惑星にいてるから、いつでも呼んでって、あなたを助けに行くからって。でこのね、大きな穴、みんな来てくれたら、ご先祖様軍団があなたを、ここのあなたがちょっと変わり者の人でも、あなたのにピンスポットを当ててあげるって。あなたがやりたいこと、耳を叶えてあげるから、私たちがって言ってます。それはね、これ大胆に行うんだよって、ご先祖様からの言葉。大胆に行ったらいいからって。これ大胆にっていう意味だから、大胆にするんだよって。肝っ玉ちっちゃいことしてたらダメだよって。ハキハキ物を言うんだよってね。好きなら好きって言うんだよって。ダメならダメって言うんだよ。嫌なら嫌って言うんだよって。恋愛のことだっても、仕事のことだっても、私たちがついてるから大丈夫。あなたは私たちの子孫だから、はっきりとイエス、ノーをはっきり言うこと。好きなら好き、嫌いなら嫌い、もう着るとこは着るっていう、そういうエネルギー、この方は。で、視野を広く持つと。で、これは今、真ん中に来てるから、もうヒーリングタイム。ね、こんな脳、こんな錯乱状態になるんなら、もう本当にかく癒してください。これは脳だからって。ご先祖様守ってくれてるからね。で、このサインと最後にこれを読もう。これは本当にね、これもちょっと読もうかなって思うけど、読むね。これってこんな紙しか入ってないんで、読む、ごめんなさい、マイク読むほどじゃないんですけどね。35番、はい、空へ、大地に根付きながら空に舞うように、自分を生き、使命を生きましょう。もう一度読むね。35番、空へ、大地に根付きながら空に舞うように、自分を生き、使命を生きましょう。ライトカワーだって、ライトワーカーの方です。これすごい、ライトワーカーの方。また竜のように待って、空を待って、地上に足を踏み込みながら空を自由に待ったらいいよって、そういう魂のスピリットの持ち主でした。素晴らしい。で、これも読みましょう。これも英文だから読めない。だから、またこのフランシスコ
セイントフランシスのことについてまた教えてください、コメントで。で、ネイチャー、自然にいるんだよって、マスターナンバー11番出てる。私マスターナンバー普通に11なんですけど、他調べたね、三輪明さんとかね、江原さんもだったかな、結構11番の数比、まあ生年月日11がマスターナンバーなんですけど、結構こういうことやられてる方が多いっていうのを最近知ったっていうね。マスターナンバーは知ってたけど、私が11っていうのも知ったけど、三輪さんもみたいな感じだった。ナチュレ、自然にいることだよって言われてる。自然に、自然なものを食べて自然体が一番いいって。でもこれがすごい気になる。めちゃくちゃこれね、あなた例えば不思議な話、スピリーな話しますけど、異次元に生きる人、私ね昔ね UFO 見たって言ったことがあるんですよ。見たんですよ、10代の最初の頃に。でね、その時に私思ったのが、自分のタイムトラベラーかなと思ったんですよ。だからね、あなたの異次元のところにパラレルでもいいっていう言い方でもいいんですけど、こういう、こっちに行ってるあなたがいてるはず。だからこういうとこに行けるっていう経験をね、感覚でなんか覚えてるんですよ、あなたって。何言ってるか分かんないサーシャキャナって思うと思うけど、私が見たその豪華客船の中に乗ってた女性2人、もしかしたら1人かも分からないけど、一見最初はマリー・アントワネットみたいな人が最後の後尾列に出てきて、でその方のよ、その方がヒュッて引っ込んだら、キャ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 ー、いやー楽しい、あははーって笑ってる女の人が出てきた。だから2人いてるのかと思ったけど、私はドイツ人物と思ったんですけど、なんかね、そういう私と似たようなこっちへの地下がいてるしね。私はどっちかというと本当飛行機の中に行くっていう意味だったんで、耳合いっぽかったんですけど、鹿さん、ユニコーンみたいなのが待ってくれてるな。この方は多分瞑想とかでね、そういうとこへ次元に行ける方ですね。うん、これもほらくるくるくるって回ってるから、そういうとこへ行こうと思ったら、瞑想したらいけると思います。で、変な瞑想はやめてね、ちゃんと自分の信じれる人の瞑想を、そしたらサインも受けれるし、恋愛も成就すると思う。これでも結婚カード出てるからね、結婚の恐れもある。相手が水瓶座、こちらの方が乙女座だったっけ、これね。乙女座か水瓶座の方にご縁があるかもわかりません。はい、ということで B の方、これすごかったね。終わりたいと思います。リーディングね、ありがとうございました。またね、この方時空間超えれる系の感じの人だから、これもなんかそんな感じだしね、宇宙とかすごく好きなんじゃないかな。はい、ということで、羽の B 選んでくださった方と、最初のどれだっけな、これか、はい、こちら選んでくださった方、リーディング終わりたいと思います。ちょっと恋愛ちょっと取れてなかったかもだけど、ごめんなさい。で、ちょっとドリンク飲ませてね。今日はジャスミンティーです。あ、失礼。はい、ではでは、はい、引き続きましてお待たせいたしました、ゴールドキラキラと、こちらのリブラ、 Keep your heart open、 あなたのハートをオープンし、あなたのハートをオープンするあなたをキープしておいてください。はい、そのまま今からあなたに何かを捧げてくれようとします。そのためにはハートをオープンしておいてねって、宇宙から月から言われてる新月からのリーディングです。はい、見ていきたいと思います。カードはね、皆さん ABC バラバラなんですけど、いきなりこれ、あの同じカード、うわこれも珍しいの出てきたな。後で全部開けて読んでいきます。 C さんです。これは違う、 C さんです。
これは違う。これね。C、恋愛系を見てほしいということ、そう。恋愛もちょっと入りながら見ます。これ。恋愛重視でちょっとなるべく見ていきます。恋愛重視です。これか。これヒーター、ヒーターね、はい、恋愛、 C さんの恋愛、恋愛重視で引いています。飛んだ。いや、すごい。さっきも私に実はミカエル出てこいって言ったらミカエルこれ出てきたんですよ。アリエル出てこいって言ったらこれ出てき、アリエル出てきたんですよ。びっくりみたいな。2番、私とつながりの深い方勝手に私以外にもいっぱいいてると思うけど、アークエンジェル、マイコー、ミカエル、無限マーク、はい、大天使ミカエル、自由と信頼。すごい、初めて出てきましたリーディングで。なかなか出てきません。ほんま出てきません。ほんまっていうか本当に。私さっき初めてこれ、このカード使っていいですかの時に出てきたからびっくりした。しかも3枚ね、思ったカードが。ミカエル出てくるかなと思ったら出てきたから。すごい。Cさん。この方メッセージ性強いよ。すごい。でも恋愛で聞きたいんだよね、みんなね。なんか恋愛リーディング。だって。これ。ふふーとか言ってるし。はい。あ、これカード。昨日、おとついか、前回の動画に上げてます。表紙と同じカード。めちゃくちゃすごいね、B さん。じゃなくて C さん。フローラーリーム。リアリム。音源も読めないけど。ちょっと見してね。そう、これ表紙と同じ。あなたは特別な存在であるため、愛を持って自分自身に力を与える準備をしてくださいって。今読んだ通り、あなたは特別な存在なので、愛を人に与える準備をしてくださいね、っていうこと。そう、準備してください。You are ready? これ、エンジェルアンサー行きたくなるね。すごいね。これ表紙と一緒。これ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 。はい。ね、表紙と一緒。いつも言うんですけど、表紙と一緒の出るカードの方は、強運で、ましてこのカードから抜擢された人間です。だから今みたいな日本語の言葉が出てきましたね。あなたのために用意されてる。あなたはそういう使命がある。素晴らしい。なんだそれは。はい、次どんどん引いていきますね。ここにあったカード。マリア様。愛について。この方の恋愛について。なんかこちらの方ね、すごいスピリチュアルなお仕事とか、なんかすごく感が鋭くてとか、入ってくもうアセンションしていてとか、もうミカエル出てくるしとかすごいんですけど、一応恋愛についてってね、お題を取ろうと思ってるんで、マリア様、恋愛について C の方に教えてあげてください。まあ、恋愛じゃなくてもいいんですけど、まあ、恋愛よりになるべく。これか、はい、ジョイ、楽しむことって言われてます。センテッドマスターお願いします。 C 選んでくださった方に、恋愛どんなお相手か、恋愛としてどんなお相手ですか。こちらの来たよ。パンさん笛吹いてる。フィリティリティフィリティリティ
受胎能力ほんまにパンじゃない、毎日どういう意味、フィルフィフィリティリティだよ、フィルティリティってどういう意味、フィルフィルティリフィルフィル、もうええよね、ごめんなさい、パン、こういうイメージ。ちょっともう一枚もらおう、カードは疑わないんですけど、なんか違うような気がして、この人のイメージじゃない、でも笛吹いてるからね、言えば、楽器される方、音楽される方、そんな方に向けて、まあ、でも恋愛、この方恋愛取るよりも、これもジョイとか全部ラッパとか吹いてるでしょ、多分、おこれで次、おそらくここに、こっち側に左側にはパイプオルガンがあってって、賛美歌ね、バイオリンが出てたり、ビオラが出てたり、音符ね、これ吹いててほらね、ギター持ってたりビオラ持ってたり笛吹いてたり、なんせこれも笛よね、で楽器関係、そうあなたもライトワーカーなんです、すごいな。もう一枚、もう一枚もらう必要もないんだけど、とにかくもうここは間違いなく音楽されてる方に関連されてる方、楽器だけじゃない、これ来たね、熱い男が来たぞ、すげえ、アポロン、アポロ、アポロって書いてるけどアポロンかなと思った、フォーカスアポンユアスタンディング、スタンディングス、立て、自分の思ったことにフォーカスして今立つんだみたいな、今こそ立つんだみたいな感じのイメージ、ちょっと待って、映ってちょうだい、こういう顔、手からふわー光出してくれてるわ、これあなたを守ってくれてる人だわ、二人の人がいてる、すごいね。ヒントとしたら音楽されてる方で、イメージはこっちだわ、あなたもしかしたらどういう、どっちのタイプでも女性だったらこういうお家生やしてふーっと自然に笛吹いてるような方 かめちゃくちゃかっこいい人、見た目的にも内面的にもヒーローみたいな人がのがお似合いと思う。じゃあ最後タロットね、何枚かいただきますね、あとこの辺ちょっと読みますのでお待ちくださいね。はい、ミカエル出てきてる、すごい、まあ、ミカエルみたいな人も、これミカエルに見たい、アポロだけどミカエルにも見えるから、私の中のミカエルってこういうイメージです。恋愛ですって、小さな恋愛お願いします。どんな感じの方か、いつ出会うかとかね、恋愛恋愛恋愛、この方 C さんの恋愛を教えてあげてください。これ制約取りませんので、これ出てるわ、はい、制約取りません、もう入ってきた、女性上位の方じゃないとダメみたい、うん、本当皆さんにダイヤルかながいつも出るんですけど、はい、拝見しますね、こう出てきたのかな、はい、はい、ソードのナイト、これなんか今なんか言った、私言ったよね、何言ったかな、覚えてない、ちょっと録画見て思い出してください、自分で入ってきたことをすって言って忘れちゃいます。これ鳳凰ですね、5番、 Why isカウンセラー、うん、サンダルフォン、音楽を聴いてか、自分の、感覚直感そういうのを鍛えてください、音楽の中にメッセージが必ずあるからって言ってるサンダルフォンが、
あ、そう、自分有利で、自分有利にしてくださる方、この方はとても正直、見てくださってる方、女性だっても男性だってもすごくプライドの高い方です。で、貧困法制でいたいと思ってらっしゃる方っていうか、それが当たり前だよって言われてる反対に、まあ、この椅子からなかなか動こうとしない、まあ、わがままとはちょっと違うんですよ。あなたには生まれ持ったこういうね、なんて言ったらいいんかな、あの決して意地悪な方とかじゃなくて、生まれ持って、こういうお皿のような金貨を持てれる方で、ここ足片足ちょっと出してますよね。本当は今外に出たくてうずうずしてる、うん、ちょっとやんちゃくれな方かもしれない。でも私に逆らわないで、僕に逆らわないでって感じで、この方ねスピードがむちゃくちゃ速いんですよね。今からこのこれミカエル、ごめんなさい、ミカエル出てきたのも奇跡だし、ほんと出てこないんでちょっとこれ読もう。でこれもリープでしょう、うん、リープオブファイト、早く行きたいっていう、もうすぐ飛んでって言われてる上から。でこれも早めに行ってって、もうなるべく早めに行ってって、ずっとこうやって座ってる場合じゃないよ、早くなるべく行って、もう早めに赤っていう色はもう情熱の色でしょ。でもソードっていうのは早いっていうのをしますでしょ。でこのユニコーンが、もうすんごい勢いで駆け走ってるし、でしかも赤い鳥まで道しるべを教えてくれるから、もう到着が早いんですよ。だからあなたたち恋愛で撮ってたらすごくもう早く到着するかも。そこのメッセージのヒントとしたら、音楽界で、音楽の聴く場所で、オーケストラの場所でとかライブハウスとか、コンサート会場とか、もうそういうの全般含めて、今の時代だったらね。であなたたちはここの一緒の星に、星じゃない、星だって、一緒の、まあ、地球は星、一緒のところに住むことがあるかもわからない、子供も増えるかもわからない、ね、それが里子さんでもですよ、ワンちゃんかもしれない、動物かもしれない、もしかしたら植物かもしれない。はい、でこれゲットグラウンディングと、こちらねちょっとこれ絵でエネルギーで見せてもらおうね。今日もナチュレ、自然に、うん、これはね、天界と地下、まあ、グラウディング、地球と天界と一つの柱になって、こういうバラを咲かすことができますか、あなたには、瞑想で。目をつぶって、ゆっくり、地球と天上と宇宙とつながって、ユニバースと地上、地球の中、ずっとつながってつながって、こう綺麗なバラを咲かす、周りに160度180度360度にうわーっと、自分の愛する人にとか、こんな大輪のバラをぶわーっと咲かすことをしてくださいって言われてる。はい、これはクリエイティブスパークですよ。ほらクリエイティブスパーク、今言ったこと、永久の8番、うん、もうクリエイティブ、ブリギットだしね、有名な女神です。もうクリエイティブに、創造性の創造、クリエイティブにスパークして弾けてくれって言われてるから、今やる時です。今がチャンスです。今が今、その時です。ということでした。恋愛になってきたって、これちょっとわからないんですけど、反対に裏返しに出てたのが、まあ、魔法使いマーリンですよね、これ多分、マーリン。まあ、パッと見たら魔法使いに見えたから、エナジーヒーリングやってくれてるみんなに、これ C の方 B の方 A の方にエナジーヒーリング、魔法使い周りに出てるよって言ってあげてくださいなんて言ってくれる人いてるかな。最近めっちゃ人数めっちゃ低く少なくなってきたからね。でも私は楽しくオラクルカードやってますんで、人数はもう気にしない。もう一人見てくださったらもうそれで十分。でね、コメントね、いつも書かないとダメだ、書かないとダメだって、毎回
あのサージャキャナーのとこ公園とゼロになったかわいそうだと思ってる方めちゃくちゃ多いと思うんですよ。方の方がありがとう、もうめちゃくちゃ私そのエネルギー伝わってきてるから大丈夫、いいねだけ押してくださいもしよかったらいいねだけ押して、コメントはいらなくてもいらない、大丈夫、いいねのがある意味あのおすすめに上がるねんてということで、こちらで、C の方で魔法使いマーリンはみんなについている、ここだけみんなに見しとこう、魔法使いマーリンは全体メッセージでみんなについています、エナジーヒーリングを魔法使いマーリンから今受け取ってあげてください、受け取り許可を出してください、あなたはエナジーヒーリング受け取れる魔法使いマーリンから展開からちゃんと受け取ってください、私も受け取りました、はい、じゃあみんなハッピーになろうね、じゃあありがとうございました、このまま置いておきますけど、サーシャキャナでした、嫌なことがあったらパチンって鳴らしたら高波動に変わるからね、じゃあねバイバイ、また見てね、 See you バイ、ここにマウスがある、じゃあねバイバイ、ありがとう。